台湾で今年1年の世相を表す漢字を選ぶイベントが開かれました。市民6万5千人が投票で選んだのは、褒めたたえるという意味の3です。台湾映画の世界的なヒットや女子プロゴルファーの活躍、辛亥革命100周年など国内で明るいニュースが続いたことや、東日本大震災で多くの義援金と救助隊を送ったことなどが選んだ理由に挙げられています。